アバシ市の野トロ湖で育成していたホタテの違いおよそ1億8000万粒が死んでいるのが見つかりました生産計画量の9割に当たり被害想定額は7億円に上るとみられています西アバシ漁協によりますと先月23日、のトロ湖でホタテの違いおよそ1億8000万粒が死んでいるのが見つかり同の水産試験場が水質検査や病理検査を行っていますが 原因はまだ分かっていないということですのとロコでは毎年4月下旬から5月中旬にかけて違いを紋別漁協や餌子漁協などのホタテ産地に出荷し出荷先で放流され3年後に水揚げされるということです死んだ1億8000万粒は年間の生産計画量のおよそ9割にあたり被害想定額は7億円に上るものとみられています ロで育成する違貝は全土の6%程度ですが死んだ違貝の数は今も増え続けていて網走市,市と漁協は対策本部を設置して対応を協議しています。